創生中等教育学校は、かつて、群馬県前橋市昭和町三丁目にあった、私立中等教育学校。群馬県で、最初の、また、日本でも最初の私立中等教育学校として2000年に、開校し、前期課程と後期課程と、でそれぞれ生徒を募集していたが、2008年度現在で、全体定員の2割程度の197名しか、在籍していなかったように、 設立当初から大幅な定員割れによる赤字経営が続いたことを受け、2008年7月18日、生徒募集停止を発表した。それ以前の2007年10月頃よりも、設置者の平方学園は、日本私立学校振興、教材事業団から学校を早期に閉鎖するよう指導を受けていた。平方学園は、卒業年次以外の生徒をも、 系列の名和県を高等学校や外部の学校に転籍させる方針を取り、在籍者がいなくなった2011年4月より、創生中東教育学校は休校となった。同年12月20日には、第228回群馬県市立学校審議会において、学校の廃止を認可するよう群馬県知事、大沢正明に答申がなされた。 朝日新聞2008年7月19日長官31面、中高一貫の創生中等教育学校来年度から募集停止より朝日新聞2011年12月22日長官28面、中創生中等教育学校の廃止を知事に東身県私立学校審議会より群馬県審議会結果概要2012年6月3日閲覧 ありがとうございます。